縄又八郎昭和3年1月12日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大将12位、訓位投降4級。号は若船。家紋は縄市の代表的な家紋のほ掛け船。小浜藩市、竹久久造の子として東京で生まれ同伴の縄総産の養子となる。明治16年海軍兵学校を卒業し、同19年に 省委任官。筑波分隊長、防護巡洋官、何は分隊長、海門分隊長歴任。日清戦争時は、松島分隊長であった。さらに、海軍兵学校教官、金剛副長などを経て、明治32年、海軍省副官権解消秘書官となる山本、金米大臣に仕えた。明治33年、初瀬副長に任命され、 イギリスに出張指導官を開校。その後、舞鶴ンジフ参謀、人事局、第二課長、出雲館長、五福島館長、生駒館長、軍令部参謀などを歴任し、明治41年、海軍少将に進級。さらに、クレチンジフ参謀長、第三艦隊司令官、将官会議議員、海軍教育本部長、第二艦隊司令長官、 舞鶴鎮守府司令長官、横須賀鎮守府司令長官を歴任し、大正7年に海軍大将、同9年に軍事参議官となり、同12年に予備役に編入された。1928年1月12日公挙。去年66歳。墓所は新宿区若松町の宝生寺。当時は縄の実家である竹久家をはじめとしたオバマハ浜半シンの母大寺となっている。 ありがとうございます。